明治39年に鉄道国有法が施行され、全国の大手私鉄17社が組み込まれて、現在の国鉄幹線網がほぼ出来上がったが、総数1736両の機関車は190形式にも分かれ、さながら輸入機関車の国際見本市の感があった。そのため一刻も早く標準型機関車の出現が望まれた。この頃、国有鉄道にあって機関車の設計に当たっていたのは島康次郎、朝倉喜一である。英国人技師プレビシスの弟子であった太田頼政が川崎造船所に送って機関車の製造を担当していた。9600型はこの3人により大正2年、川崎造船所で完成した機関車である。国鉄のレールの幅は3フィート6インチ、1メートル6センチ7メートル、先進諸国に比べて狭い。そこで、技術者は、なんとか標準機関並みの強力な機関車を作る。この9600型では、広い加湿を採用した。蒸気機関車の出力は、まず火を焚くや、つまり、加湿の大小を決める。これを広くするため、従来左右の動輪の間に細長く挟まれていた加湿をやめて、動輪の上に設け 25% も広くした。蒸気発生量は多くなり、その蒸気をもう一度温める加熱式を初めて採用し、圧力を上げた。8個の動輪の上に太いホイール、短い踏切、明治の機関車とは面目を一新。